全国の週間の天気をお伝えします。この先1週間は短い周期で気圧配置が変わります。明日18日月曜日は一時的に冬型の気圧配置が強まります。北日本ではや北陸では雪や風が強まるところがある予想です。積雪の増加や吹雪にご注意ください。冬型の気圧配置は19日火曜日には一旦止むものの、20日水曜日になると上空に強い寒気が流れ込み始めます。また21日木曜日にかけて冬型の気圧配置が強まるため、日本海側を中心にすっきりしない天気となります。またこのタイミングで再び寒さが戻ってきます。全国的にこの時期としては気温が低めとなる予想となっていますので、しっかりと暖かい服装でお過ごしください。最新の情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧ください。